はい、どうも俺です。今回も遊戯王カード開封していきますね。はい、というわけで今回はまだまだ諦めねえぞホロガールということで、デュエリストパック今更感たっぷりだけどね、まだまだ諦めらんねえぞということで、デュエリストパック6と、あとね、まあバラでサベージをちょっと買ってきました。あれだけちょうだいって買ってきましたね。はい、というわけでまずはこっちのサベージからいっちゃいましょう。まあ、半分ずついこうか。はい、というわけで久しぶりのサベージかな、出てくれねえかな。エタニティ、なんだっけ、今の最新弾のあれ売ってなかったんだよな。で、まあ何買うかなと思って見てたら、まあサベージがバラでちょっとあったからあれだけ買ってきたんだけど、はい、というわけでまず横チェック、来てくれないかな、来てくれないんだ。はい、というわけで見ていこう。まあないのはしょうがねえな。サベージは何が出るんだっけな、黄金とかだっけ、なんだっけ。はい、6プロメデリタ、フュージョン、ドラゴン、ボクサー、虫からの、ああ、風雷棒か。なんか久しぶりに見たような気がするな。風雷棒で、おお、いいじゃんこれ。知らぬいの、もののべ、もののけ姫みたいな。はい、ラブライブ出て、ドラゴン、イブ、レベル2、知らぬいのおっさん、ネクスト。フュージョン、まあそんなうまくいかねえか。なんか出てくんねえと結構買ったからね、12、3パックかな。なんかね、今日はね引きがなんかダメな、弱いような引きだよな今日は。特にモンストもね、10連したらなんか微妙に爆死してるし、なんかダメな気がする。はい、というわけで横チェック頼むぜ。うーわー、ないんかい、もう泣けてくる。しゃあねえなー。はい、しゃあぬい、ウービー、ロスタイム、ドラゴン、コネクター、キット、ドラゴン、リリース、はい、これ、あとフォクサーの、もののけ姫、インテグレーターからの、何これ。はい、はい、虫、ロック、はい、大胆無敵、ウィキッド、うわもう全然もう敷くも出ねえ。いやー、バラ買いはやっぱ危険すぎたか。はい、うわうわ、あ、ファンタズメイのレリが出た。おー、まあファンタズメイのレリ、あ、ファンタズメイ出んのか。ファンタズメのレディ、まあいいか、まあギリギリいいでしょう、ダメだけど。はい、じゃあ今日のメイン、まだまだ諦めらんねえってことでホロガール見に行ったらボックスで売ってたんで買いましたね。出てくれよ、もういいか、結構買ってるぜこれ、なんだかんだで。いや、まあ大体半分ぐらいずつ行こう。いや、もう一気に行こう。一回全部蒸しちゃおう。フォローがあるな。これ何ボックス目ぐらいかな。5ボックスとか4ボックスぐらい行ってるかな。バラでもちょいちょい買ってるからな。いい加減、まあいい加減って言ってもなかなかそんな出ないもんだけど、当たってくんねえかな。まあ残念だろうな、きっと。多分なんかもう一生当てらんなそう。オリパとかで狙っていかないと、もうボックスからは引けねえような気がするな。
俺の今までの引きを考えると、かわいこちゃんを当てられねえっていう、このはい、では頼む、入っててよ、もういい加減に。あー、ダメそうだな、ダメな気がする。まあでもワンチャンあると信じて見ていこう。はい、じゃあ行こう。マジシャンザー出てくんねえかな、もうそればっかり。はい、出て、サテライトウォーリア、はい、出てくれ。出ねえかな、びっくりしたいな、来たーって言いたいな、今日も言えねえのかな。これじゃダメだな。はい、出てくれ、頼む。はい、では、いやー、頼む。あー、なんか出る気は全くしねえ。はい、ボックス的にもダメボックスを勝つ、うわ、なんかびっくりすんな。はい、あー、なんかダメそう、ダメボックスを買っちゃったっぽい。はい、クリボー、美容外科でしょ。はい、はい、頼むよ。また買うことになるのかな俺は。はい、ジョーカー、頼む、出てくれ、出てこい、出てこい。出ねえのかな、出ねえ。あー、もうなんかダメほい、はい、うわー、まず、あー、マジシャンズ、ブラックマジシャンズは出たね。でもそれじゃダメ、あー、こいつの20、惜しかった。そう、ホープ、あー、もうダメ、あー、あー、びっくりすんな、もうリキッドマン、うわー、また買うのか、また買ってくんのか、俺は。出ろ、出ろ、マスターピース、うわ、うわ、あー、うー、ダメ、はい、ショック、全然ダメじゃね。ブラックマジシャンズは出たけど、うわー、あとリキッドマングレーかな、ダメだね、これじゃ。番号はこんな感じ。はい、 S27、 マジっすか、ダメだな、まあしょうがないね。はい、というわけで、まあしょうがない、また買ってこよう、懲りずに楽しみを残したということで、前向きに捉えつつ頑張っていきましょう、買っていきましょう。はい、というわけで、まあカード開封はこれで終わりなんだけど、ここでまさかの次回予告ってことで、ガンプラ作ろうぜのコーナーの方なんだけど、ちらりとこいつを買ってきたので、Gオリジン版のシャア専用ザク赤い彗星バージョン、これを買ってきたんでね、これを今度作って、制作レビューしていこうかなと思います。はい。では、ホロガールチャレンジ失敗ということで、どうも、俺です。